ヘビ酒。中国南部の広州市ベトナムではヘビに限らず様々な生き物がライスワインに漬け込まれる。左のものはコブラッシュ。サソリとヘビの酒ヘビ酒はヘビをライスワインやその他の穀類由来の酒に漬け込むことで作られるアルコール飲料である。この飲み物は最も早い記録では中国の青州町の時代に存在していたことがわかっている。 当時ヘビ酒は重要な医薬品の一つであり、中国医学によれば需要競争の効果が期待できるとされている。この文化は中国をはじめ、ベトナムや東南アジア全土に見ることができる。漬け込まれるヘビはヘビ毒を持つものが好まれ、漬け置くことでヘビのエッセンスや毒液を酒に溶け込ませる。通常ヘビの肉を保存することは目的に含まれない。台湾。 台北市の火災害よる位置は、蛇料理と蛇酒で有名である。単純に蛇酒といった場合、2種類の製品に対別できる。太古の昔から、中国医学では、蛇や蛇の組織は、需要競争に良いとされてきた。記録として残っている範囲では最も早いものとして、中国の青州町で引用されていたことが確認できる。 紀元前300年から紀元200年頃にまとめられたとされる医学書、新能本草業にもヘビの薬行に関する記述が残されている。明朝の理事賃のまとめた医学書、本草項目にはヘビの種類ごとの用途、ヘビの持つ、期間、調合、製材の仕方などが詳細にまとめられている。ヘビ酒はベトナムや東南アジア、 中国南部など広い範囲で見ることができる。ヘビに薬効があるとする評価は広く受け入れられており、ヘビ酒はしばしば万能薬として懸念され、目が利くようになるというものから、発毛効果、果ては、勢力増強に至るまで様々な効果が謳われている。ベトナムでも、ヘビ酒は健康と勢力の増強に効果があると広く、信じられている。しかし、ベトナムでは、ヤモリや、 タツの落としゴとを用いて似たような飲料を作る文化があり、むしろこちらの方がヘビのものよりも一般的である。ヘビ酒に使われるコブラやその他のヘビはしばしば絶滅危惧種に指定されているため、多くの国ではヘビ酒を輸入することは違法となる。ありがとうございます。